加減なんぞ去年に置いてきたわ。やあやあ、最近ケーブルレビューが多いイヤホンレビュー、今回紹介するのは。ってちょっと待て、ケーブルのせいで遠近感が狂う。この一本のケーブルが断線に配慮した標準ケーブル全体の2倍太いイカれたケーブルは、TRI-TRX4935。TRI は金星の取れた素晴らしいイヤホンを、じっくりと排出しているブランドなんだが、一方でケーブルの方はとんでもないもの出してきたな。中華イヤホン界の常識人の仮面が一発で剥がれた、極太というのも生ぬるい、二郎通り越してきしめんとかお切り込みとか水沢うどんみたいなケーブルだ。洗剤のせいで音が痩せてる気がする。とお考えの人に、もうこれ掴んだら何の言い訳もできない、卓上利用に特化したケーブルだぞ、絶対につけて外出しようなどと考えてはいけない、コネクタ類も対応する太さの限界に挑んだような特別仕様、質感はマットな感じになっていて、表面に擦れ傷ができにくく、高級感がある。スピーカーケーブルといった方が信じられるような極太の洗剤は、銀メッキ単結晶銅。このクラスの洗剤にふさわしい品質だ。洗剤の直径をそのまま表記するケーブルなんて初めて見たんだが、恐ろしや、一本の洗剤の直径は、2.8mm と、もはやバランスプラグの直径よりも太い。今回注文したのは 3.5mm プラグだが、2.5mm プラグが本当に動作するのか心配になる洗剤の太さだ。その取り回しは、ほぼ全てが洗剤の太さに由来するもの。あまりにも太すぎる洗剤は、癖がつく、たわむ、重いと、本ケーブルの存在感を物理的に示す。ケーブルがなぜここまで太くならないのか、強制的に君は理解させられるだろう。だが、一方で、そんな使いづらさを許容しないと出ない音、というのは確かにある。TRI の絶版になってしまったイヤホン、TRI-i さんも、あの重量のあるハウジングだからこそ出た音、というのはあるんだよな。ここまで太くなったケーブルが、どんな音をもたらすのか、ちょうど標準ケーブルしか試していなかった、TRI-i さんプロが手元にあるので、組み合わせてみたぞ。あれ、i さんプロは、明るい音色が特徴な反面、高音域がちょっと元気すぎる印象があった。音量というか、刺激音が強すぎて、聞くのが辛い、という印象だな。あの刺激音どこ行った？とにかくゴリッゴリに洗剤の量を増やした結果なのか、高音域に刺激的な音が一切なくなり、聞きやすく、それでいてバランスの良い音色、音が暗くなったり、低音が膨らんだりすることもなく、圧倒的に密度が増す。i さんプロは鋭く刺激的なイヤホン、というイメージだったのに、明るい雰囲気のまま刺激的な音が全部どっかに消えてしまった。これが、取り扱いを犠牲にしてまで太くなったケーブルの威力。このケーブル、外で使うのには本当におすすめできない。太い、癖がつく、たわむ、重い。だが、腰を落ち着かせて聞くのなら、こんなに太さがメリットになるケーブルも少ない。特に、高音域が刺激的すぎるイヤホンに悩んでいる人には、これが救世主になる可能性が高いぞ。使いやすさは重要だが、それでも音質を取らないといけない時が、マニアには必ずやってくる。そんな時に、こんなど極端なケーブルがあると、全く合わない、と思ってたイヤホンが、びっくりするほど好みの音に変わるかもしれないな。そうそう、対応する端子は、QBC、TFZ、埋め込み型にピンと、それからいつもの MMCX。この太さでかなりニッチなケーブルなのに、QBC と TFZ に対応するのが素晴らしい。また、もちろんステレオプラグも、バランス 2.5mm、4.4mm、そしてアンバランス 3.5mm に対応だ。音も取り回しも極端な一本、故に他のケーブルに埋没しない。腰を落ち着けてポタオでする人はぜひとも挑戦してみてくれ。特化型だからこその音ってもんを思い知るだろう。そんなわけで、今回はここまで。